はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやーということですね、さあ見てまいりました、マツコ会議ということで、もう非常にもう来週のマツコ会議はっていうところからもう話題沸騰中というところで、めちゃくちゃ興味があった、番組でございます。でマツコ会議さんってやっぱりこう、その対談される方たちよろしくお願いします、やっぱりすごいじゃないですか。でたびたびこうマツコ会議さんで取り上げられたそのビーファーストさんとかのお話とかのこうね、ビフォーアフタートークみたいなのしてますけど、やっぱりすごくその方たちを見てるよなっていう印象はあったんですけども、今回のゆうたくんに関しては待って、めちゃくちゃ見てるみたいな、いやこれひょっとしたら相当なゆうたくんペンなんじゃないかなっていう、ゆうたくんオタクがすごかったですよね。だから本当にエンターテインメントをやっぱり幅広く見ていらっしゃる方でもありますし、その歌手の方だったりとか芸人さんだったりとか、深いところまでこう見る方じゃないですか。で、ゆうたくんもそのお話しされていく中で、今回やっぱそのマツコさんみたいな方とお話しするってことはやっぱり見透かされるんだろうな、みたいな。そのゆうたくんもマツコさんのことよくわかってるしっていう、なんか、お二人とも達観してるからこそ、そう、達観っていう言葉が僕めちゃくちゃ腑に落ちたんですよね。あ、そういうことかみたいな。その、ゆたくん、目が笑ってないよねみたいな。いい意味で多分その、一線を隠してるというか、でもそれってやっぱりなんでだろうなって思ったけども、その韓国で活動しているとき、自分がずっとやっぱりこう、外国人だからっていう環境がやっぱりすごく大きいんじゃないかなっていうふうには思ったんですよね。よく海外でめちゃくちゃこう活躍されてる日本人の方とかの話とか聞くと、ゆうたくんとやっぱその共通してる部分って、外国人扱いされてるっていう、一線逆に言うと引かれちゃってるんですよね、向こうの国の人たちから。だからこそ何かどこかで自分の居場所っていうところが一歩引いてみれるというか、逆に言うとだし、まあいろいろこう経験してるからこそこう見えてしまうもの、見てきてしまったものがあるからこその目の色というか、でもそこがやっぱりゆうたくんの魅力なんだよなっていうのをなんか感じた部分もあって、昔その4トンあったじゃないですか。で、あの時にやっぱりパッて映って、あ、 YouTube でお見かけした方ですねっていう、あの丁寧な言い回しがポンと出てきたりとかする、あそこにやっぱりあの明らかなあのタッカー者というよりかは落ち着きというか、あの多分 YouTube、 ああ YouTube で見たことある人がおえーとかって言うんじゃなくて、あ、 YouTube で見たことある方ですみたいな、そのスッとそういう丁寧な言葉です返せる部分とか、多分あ、これって YouTube やってる人だから多分喋るたりもするんだろうなみたいな、そこら辺まで全部一瞬でパッて見えちゃうぐらいの多分あの温度感だったと思うんですよね。で、やっぱすげえな、ゆうたくんってあの時に思ったあの気持ちが、ここでやっと言語化されてて、その、マツコさんが言葉にされてたのを聞いて、そういうことか、みたいな。いや、だからすごいなっていうふうにちょっと思っちゃって。で、見てて、なんでしょうね。ゆうたくんのダンスについてもお話しされてたじゃないですか。で、僕が見てて、やっぱそのゆうたくんの質感やべえやべえって言ってたのが、トゥーマッチにしすぎないっていう部分から来る。やっぱちょっと8割5分で踊るみたいな。いや、マツコさんだから、めっちゃ見てるって思って、そのダンスっていう専門的なテクニカルなね、お話とかではないけれども、本質はやっぱりついてるというか、やばいなっていうふうにちょっと思いましたね。で、あとはその、NCT っていうチームの特性だったりとか、いい意味で気持ち悪いというか違和感があるとか、あとは80年代の日本とか、エンターテインメントを深く見てきて、触れてきてる方だからこそ、今のその韓国の勢いっていうものに対して、やっぱり、どこか、理解して見れるっていう、今の熱狂っぷりに対してどっぷりハマって熱狂するのではなく、その熱狂を少し引いたところから確認している人っていう認識であり、で、かつ、ちゃんとゆうたくんのことにも興味を持って、その人柄だったりとかパフォーマンスとかにも、なんか興味持って好きだからこそ、好奇心があるからこその、なんでしょうね、この、愛を持った言葉というか、しっかりとゆうたくんに寄り添った言葉が出てくるっていう。で、ちゃんとそこをこう、なんでしょうね、褒めるという言い方はあれですかね、認めるというか、理解してるよっていう、理解者であるっていう立場でお話をされてる部分がめちゃくちゃ素晴らしかったなっていうふうに思いました。マツコ会議を結構見るのが好きなので、いろいろなゲストの方とお話ししてるのを見てるんですけども、その中でも多分今回のマツコさんはとりわけ、熱が入っていた気がしました。ゆうたくんを話すことに対して。で、長い期間、その SM ルーキーズの時から見てるっていう、屋上で踊ってたやつとか、で、あとその髪色、赤と銀の合わさったで、ね、パンチのやつ、え、パンチって思ったら、パンチですかみたいになって、
パンチのあの髪色が好きだみたいなとか、そのピンポイントでいくスティッカーとか、何ですかね、キックイットじゃなくて、パンチ狙ってくるところもかなりオツだなって思ったんですよね。パンチって結構ニッチじゃないですか。曲的には、ヒットしてはいますけども、同時期に結構イケてたキックイットの方が有名曲だから、大体キックイットっていう名前が出てくるかと思いきや、でもパンチっていう曲をチョイスするっていう、そこがね、うわ、ちょっと分かってる人のその考えじゃんみたいな風に思ったりとか。で、その80年代の日本の勢いを感じるっていうお言葉に、まさになんか、今の K-POP シーンっていうものの勢いが、なんでそんなに勢いがあるのか。で、それってどこかに既視感があるよなっていうのは何なんだろうかっていう。今、例えばニュージーンズさんが出てきたりとかして、昔の J-POP っぽさ、例えばそのスピードさんだったりとか、そういったところのガールズグループさんが醸し出していたカルチャーみたいなものを感じるよねっていう、視聴者の方たちも結構多いと思うんですけども、そことリンクする部分もあるのかなっていうふうに思っていて、まあ音楽のスタイルだったりとか、またファッションだったりとか。で、まあ、とりわけその、今、ボーイズグループさんで、とりわけ NCT だと、本当に尖りに尖った世界観をこう追求しているところからの、その沢田研二さんとのリンクがあるとか、これってだからやっぱ何かカルチャーとして、日本が抱えていた、あの時の時代のそれが、僕はまだ生まれてなかったのはあれですけど、なんか振り返って見ることはできるじゃないですか。そういったところの、なんだろう、この既視感っていうのが、ここで通ずるみたいな。今の僕らからすると、K-POP って最先端で、この勢いがあるものではあるんですけども、ちょっと昔を振り返ってみた時の、その80年代の沢田研二さんっていう、こういうツバとか、でも沢田研二さんだけじゃなくて、僕、昔のジャニーズグループさんとかを結構見たりとかして研究してたりもするんですけど、テレビ番組とか見てると本当にそうなんですよね。昔テレビ番組めちゃくちゃ多くて、で、その中ですごいギラギラした人たちがたくさんいて、セットもすごいお金かかっててっていう、まさに、あ、K-POP って今こういう状態だよなっていうふうに思いながら見てた部分があったんですけど、そこをやっぱりこうしっかりと言語化されて、そこに対しての懐かしさを持ってる、そのマツコさんが引き出すゆうたくん。だから、2、3週知ってる人がゆうたくんを今こう見て高く評価してるっていうところに、やっぱりゆうたくんって本物なんだなっていうところを感じたというか、で、やっぱりその、ちょっと違和感がないと人々の心は動かせないよねっていうところのお話だったりとか、で、その、やべえババアが着るシャツみたいなね、コメントが結構名言がありましたけど、ああいう服装をやっぱり着こなせるだけの勢いを持ってる人、それは多分、そのね、街中のイケメンじゃダメなんだよねっていう、で、テヨン君のね、お話があったりとか、その二人が、雑誌で写ってる、その、内容も知ってたりとか、あとその、アメリカでカメラが回ってる、ニューヨークのやつでしたっけ?の、映像のことをお話しされてたりとか、すごい細かいところまで、ゆうたくんの本質の部分をついてる、コメントが多かったなっていうふうに思うんですよね。いやで、あと、ゆうたくんがカメラ回ってないところで話したいですねっていう、もう二人の会話の次元がちょっとね、高かったなっていうふうに見ていて思いました。これが、マツコさんもマツコさんで、昔からこう、なんですかね、エンターテインメント業界に身を置いてる方として、まあ、とんでもない苦労があったりとか、もともと、まあ、マイノリティで来てる方だと思うので、その中で有名になる前の苦悩とかがあっての、今のこのマツコさんの懐の広さになるわけじゃないですか。っていうところと、そのゆうたくんがこう経験してきた、もうその喋ること喋れないこといろいろあると思いますけども、大変だった出来事。で、大変だった出来事を、僕らからしたら絶対大変だと思うことも、もうゆうたくんの中では、まあ当たり前というか、それを経験してきたんだものっていう、もうその普遍的なものに変わりつつあるっていう中での達観だと思うので、このお二人が本当になんかこう、ラジオとかでちょっとお話しされてるのとかを、逆に言うと聞いてみたいなっていうふうに思いましたし、で、あとは、大事なことをね、結構マツコさんがおっしゃってて、その、意味がわからない気持ち悪さというか、いい意味で気持ち悪い、そういう違和感を、感じることが大事だっていうことをおっしゃってて、まさに僕もそれだなっていうふうに思うというか、見てて、うわ、すげえなとか、やべえなとか、必ずしも世の中には、理解できるものがあるわけではないじゃないですか。というか、理解できないものの方が、
多いわけですよね。で、その理解できないものをどう楽しめるかどうかっていうのが、僕はやっぱりこうエンターテインメントを通じて結構大事な部分なんじゃないかなっていうふうに思う部分があって、じゃないとやっぱり、ゆうたくんが何をしようとしてるのかとかって一発でわかんないわけじゃないですか。そこを、こう、汲み取る力というか、汲み取る、努力っていう言い方は多分違うと思うんですけども、汲み取ろうとする、その心意気っていうものが、多分大事なんだろうなっていう。で、そういう心意気を持って接してるからこそ、その人の良さだったりとか、エンターテインメントっていうもの、あとはその NCT っていうチームも含めてですけども、そういったところの、深い理解っていうところに、今はすぐできなくても、これから繋がっていく部分が、きっとあるんじゃないだろうかっていうふうに思った部分でもあるので、マツコさんだって、今の時代ではね、ここまで受け入れられてますけど、当時で言ったらすごく変わった方という扱いだったわけじゃないですか。でも、こうして少しずつ世の中にこう受け入れられてきて、今のこのポジションがあるっていうところもそうですけども、やっぱり最初にわけわかんないよって言って、パンって突き放すというのではなく、そこに寄り添うというか、そこをこう、汲み取る、なんか姿勢っていうものは改めて大事なんだなっていうふうに、お二人の会話を聞いてて思ったところもありました。はい。ということで、すごくすごく勉強になる回だったなっていうふうに思いますし、ゆうたくんのダンスがなんであんなに静かなるやばさをこう持ってるのかっていうところも、やっぱトゥーマッチすぎちゃいけないっていう、トゥーマッチっていう、ここを英語にされてるっていうところもまさにかっこいいなというか、いや、英語にするってなんかちょっとかっこいいよねっていうのではなく、英語に含まれる意味と、やっぱり日本語で言葉にする意味とやっぱ違うというか、トゥーマッチっていう言葉に内包されている日本語の意味って結構たくさんあると思うんですけど、そこをトゥーマッチっていう言葉に端的に訳しておっしゃったところにも、やっぱり賢さというか知性を感じるというか、すごい、改めてゆうたくんすごい方だなっていうふうに思いましたし、そこを引き出して理解して寄り添ってたマツコさんですね、今回の。だからちゃんと見てるんだよっていうことを多分マツコさんはおっしゃりたかったと思うんですよね。見てたよっていう、ここまでの頑張りをちゃんと応援してる人もいるんだよっていう。だからこう有名になってマツコ会議に出れて、へー、ゆうたくんってどんな人っていうんじゃないっていう、そこのマツコさんの MC としてのテンション感っていうんですかね。だから本当に素敵な回だったなっていう風に、これはマツコさんじゃないとできないゆうたくんとの会話というか、だから日本で多分そういう会話を繰り広げられるのはマツコさんだけだなっていうのも感じました。僕は本当にだから改めてマツコさんすごい、すごいなっていうふうに思いましたし、こういう人がいるからやっぱりなんでしょうね、頑張ってきた甲斐があるなっていうふうに思える部分もあるんじゃないかなって、そのファンの方と会えた時だけではない、その苦労を救ってくれる、救い上げてくれる人というか、それを大きな言葉で言うのではなく、もう汲み取った上でかけてくる言葉がやっぱりちょっと違うというか、すげえなーっていうね、だからこういう素敵な方だなっていう両者ともに思ったところでございます。たくさん学ばせていただいたので、改めてNCT 過去の作品とかも見ていきながらね、ゆうたくんのその活動とかも見ていって、でハイアンドローがねこれから始まるので、そちらの方もチェックしていきたいなっていうふうに思ったところでございます。ということで、皆さんの感想もよろしければぜひ下の方からいただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。現場から以上です。ありがとうございました。よいしょ、せい。